ってこようよ、ここに出すわ。なるほど。怖いよ。以上です。辰野町の横川渓谷にやってきました。さっきの道から9キロ上がってきたところです。こんな渓谷があるということです。以上です。はーい、はーい、はい、警告警告、うん、出てこないよ、大丈夫だよ。あったらやだよ、会いたくないよ。会いたくないよ。ちょっと目の前、うん、すごいね。妻が水飲みに来るかもしれないぞ。妻なんだよ。妻がここ。はい、肩が詰めてください。以上でーす。まさかさ、ばあちゃんが小学生の頃、今から90年ぐらい前の頃、大沢に行くとき、川のふもとで休んで水を飲んだって、こういうところかな。そうかもしれないね。竹筒に水入れてって歩いてたって言ってた。これから飲めそうだね。うん。気持ちいいね。それが美味しいって言ってたけど、うん、あんな美味しいお水、そうそうないって言ってたけど。以上です。怖すぎます。で、出発。